乾燥するまで種入れといた場合はた、うわっち。バイク買ってきたんか。すごいスピードバイク買ってきた。すごいスピードか。それは気をつけて運転してください。すごいスピードのパズカー追いかけ横になる。バイキンマンだ。あ、見てお花が綺麗に咲いてある。できた、もうできたんだ。あれ、バイキンマンがやってきた。こんな綺麗にできたのに嫌だね、バイキンマン。大ちゃん、なんか歌ってる。ホラーマンででもバイキンマンが作ったっていう話だもんな。はい、3回目の焼きに入っておりますが、粉がなくなりましたね。でこっからね、まだねタコがこんなに余っておりますのでアヒージョを作りたいと思います。そこで出てきますがこれアンチョビですね。アンチョビたまたまあったんですね。そしてニンニク、まあ通ろしニンニクしかないんですけどね、チューブニンニクでいきましょう。そしてオリーブオイル、ガーリックバター、あ、入れへんのちゃうかな。野菜大好き好き、てん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 。パンって言いませんように。タコ、怖いよ怖いよ。アヒージョ、唐辛子忘れてました。唐辛子ありました。遅いかもしれませんが入れていきましょう。タコが火通っちゃうやな。キッチンバサミください。具材を足せばいいだけだから、どこに入ったかわからんし。おばさんと言ってます。え、おばさんと言ってます。はい、タコさん遅いのやか。唐辛子も入りましたけどね。種入れたら辛いっていう説があるけど、本当に辛いのは大豆っていうところで種は辛くないんですよ。でもね、乾燥するまで種入れといた場合はた、うわっち、種も辛くなりますね。もういいよね、食べていきましょう。レイジングストーン。油まみれになっちゃった。やめてよ。あ、でもうまい。めちゃくちゃうまい。はあ、これうまいわ。うん。あっちこっちやけどしたけど、
まい。もう爆発が怖いんで蓋しております。あー暑かった。行ってしまえ。怖い怖い。よいしょよいしょ。この辺に飛んできて火傷したような気がしますね。暑い暑かった。でもね、アヒージョうめえっす。たこ焼き用に切ったからだいぶちっちゃいんですけどね、うん、うまい。爆発したアンチョビがこんなとこまで飛んできてるぜ。この辺やけどしたみたいでヒリヒリしております。冷やそう。氷。ああ。本当はもっと早く冷やさないとダメなんだけどね。良い子はタオルでくるんで冷やしてください。じゃあね、たこ焼きアヒージョを作ってみたいと思います。まあほぼ焼き上がったたこ焼きをね、アヒージョのところに油につけるってだけなんですけどね。大丈夫でしょうか。成功したらね、うまいと思いますよ。しょうがないね。ファイヤー。ベタベタするやろ。キャッチボール。アヒージョたこ焼きできました。これがね、アヒージョの香り。熱いの行きましょう。地獄のように熱い。辛い。辛いよ。唐辛子の抽出した辛みがすげえ出てます。このもろもろは多分アンチョビだと思うんですけどね。うん、アンチョビめっちゃ効いてる。あ、ニンニクは思ったほどじゃないですね。加熱したからかな。でも風味は十分残ってますね。よいしょ。うん、うん。アヒージョたこ焼き。うめえ。これね、見た目良くないけどね、何にもかけなくてもね、十分うまいっす。うん。これ。商品化したら売れるんじゃないですかね。うん、うん、これうまいな。普通に焼き上げたたこ焼きにアヒージョで出た、まあニンニクとね、オリーブオイルとね、唐辛子のね、旨味が出たね、オリーブオイルをねかけて、もうちょっと焼いてカリッとさせる。
めっちゃうまいですよ。どっかのたこ焼き屋さん、マジで作ってみませんか。まあ今んとこね、見た目はね、唐辛子とかアンチョビが焦げちゃうんでちょっとまあ良くないんですけど、味は抜群ですよ。これ焦げないように低温でね、じっくり抽出したあのアヒージョのオイルを本当にたこ焼きにかけるだけでね、めっちゃうまい。脂身長男スペシャルということで、まあ、実用する際には一言で、連絡ください。別にパテント取ってらしませんので。半分くらい飲んだかもしれません。半分飲んじゃった、結構飲みましたね。900ぐらい飲みました。結論、